インセクション。ブースター2で登場した、地属性、昆虫属の下級モンスター。レベル3以下の、昆虫属通常モンスターの中では、ツンドラのオオサソリの次に高い攻撃力だが、昆虫属は、レベル4に、攻撃力の高い通常モンスターも多いため、普通に使用するならば、このカードに出番はない。攻撃力950が、無線ジャミング使用時に、最大の攻撃力となるので、条件を整えてあげれば、ブルーアイズホワイトドラゴンや、ブラックマジシャンも倒せるが、状況が特殊すぎるので、クモ男やデビルつむりのように、守備力の高いモンスターを使う方が安定する。頭があり地獄で体があり、英語名の、アレンセクション。は、日本語のアリと、虫や昆虫を意味する、インセクト。の造語で、何かとアリ推しだが、正体はクワガタのモンスター。ゲームボーイ用ソフト、デュエルモンスターズシリーズの初期は、カードとは違う、ゲーム専用のイラストが使用されていた。クワガタがテーマのモンスターは、このカードを含めて4枚が登場している。ノコギリクワガタとは、オスの上顎の内側に、ノコギリのように歯が多く並んでいる、クワガタ虫の一種。オスは、体格による上顎の変化が顕著とされ、大型の個体は、大きく屈曲した長い上顎を持ち、中型の個体の上顎は、緩やかなカーブを描き、小型のものは直線的な上顎を持つ。日本各地に広く分布するほか、朝鮮半島の南部にも生息するが、特に、日本では地域によって特徴が異なり、伊豆諸島南部に生息するオスの上顎は、内側に湾曲し、太く短いとされる、三宅のコギリクワガタ。薩南諸島北部の黒島に生息し、大顎が短く、光沢が強いと言われる、黒島のコギリクワガタ。硫黄島に生息し、大顎は太く、湾曲がやや弱いとされる、三島硫黄のコギリクワガタ。口の選ぶ島に生息する、大顎が細く、湾曲も弱い、口の選ぶのコギリクワガタ。屋久島に生息し、大顎の湾曲が強く、体型が幅広な、屋久島のコギリクワガタなどに分類されている。ザ・バリュアブルブックの情報では、鳥獣属モンスターの食料らしい。